こんばんは。そうですか、松本さん。継続してくれたんですね。そうなんですよ。少しずつでもね、積み上げていけば、必ず塵も積もれば山となるとなるんですよ。でも、多くの人はね、塵も積もるんじゃなくて、大きな一歩を欲しがってるんですよね。さしたら実力もないのに。我々は力が及ばない普通の人なんですよ。ですんで、1ミリでもいいから、一歩でもいいから、積み上げていくことで、とんでもないところに長い間かけていこうと。いうのが、まあ、王道なんですよね。まあ、でもそのコツコツをやるのがどうしてもね、まどろっこしいとかね、自分は一発でいけるんだとか、宝くじが当たるんだとかね、ホームランが打てるんだと思っちゃうんですよ。いやいや、ホームランなんて打てないですし、宝くじが当たるって言ったってね、300円が当たるぐらいなんですよ。だからその300円をいかに積み上げていって、300円を3000円にしね、3万円にして、で30万にしていく、うん、そういうことだと思うんですよね。ちょっと例えがね、宝くじだとうまくいかないんですけども、結局ね、ダイエットに例えていけばいいのかな。1日 100g とか 200g の減少でも10日で 1kg 痩せるんですよね。で30日で 3kg 痩せるわけですよ。これなんですよ、全ては、うん、でもダイエットって一気に 3kg 痩せる方法とかって飛びつくでしょ。だから断食してみたりとか、妙なサプリメント飲んでみたりとかね、お腹をブル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 やる機会を買ったりするんですけども、結局そういうふうにかもられるわけなんですよ。楽をして痩せたいという精神に、楽をして痩せれそうな可能性のある機会があるとかね、サプリがあるっていう形なんですよ。もちろん結果を保証しないよっていう前提があるんですけども、やっぱり結果を保証するダイエットっていうのは、食べずに動く、これでいいわけなんですよ。すごくシンプル、何もいらない、ね、散々パラ買ったのは私が言いますけども、食べずに動くのが一番、うん、痩せますね。ただ痩せるってこと以外の目的は達成されないかもしれません。多分ね、こうちょっと眠たくなったりとかね、なんか頭カーッときたりとか、やっぱりね、食べるのを不足するといろんな健康の被害が出ますんでね、うん、まあでもね、ビジネスに関しましては、そのバランスを取りながら収入を上げていくことっていうのは素人のうちは無理ですよ。プロフェッショナルになると、いろんなことをこなしながら稼ぎも上げるってことができますけども、私たちは素人なんで、会社を失ったりね、私の場合は会社を失いました、店舗も失いました、アフィリエイトをやるために。うん。いや、もうそのぐらいじゃないと人生変わんないですよ。もともとね、これ何度もね、吉田さんも言ってますけど、今勤めてる会社とか仕事が嫌で、ネットビジネスの世界とか、他のビジネスの世界に来たんですよ、投資の世界とか。でも、いざ、天秤にかかるときって、辞めるはずの会社のことを大事にしてませんかってことなんですよ。いや、そこはね、もうクビになる勢いでいいわけですよ。いや、うちの会社副業禁止なんでって言ったら、違う、あなたは本業になるわけだから、その会社がね、副業禁止って言ったっていきなりは紹介解雇にしないよと。警告3回ぐらい来るでしょと。だから1回目の警告、2回目の警告で自分のペースをどんどん上げていって、独立して稼げるようなところとかね、やっていけばいいんですよ。で、やばいなと思ったら、まあ、2回目の警告でこらえてもらうとかね、1回目の警告でちょっとおとなしくとかすればいいんですよ、うん、だからね、なんかね、手を汚さずにって言ったらちょっと表現が違うんですけども、今とほとんど変わらないような生活環境で収入だけ上げたいって、それは無理ですよね。会社の中にいても資格試験とかあると思いますけども、やっぱ無理して勉強するでしょ。それのもっともっと、あなたの人生はもっともっと価値があるはずですから、それはね、一晩二晩徹夜しただけで自分の人生がね、こう好転するような、そんな安っぽいもんじゃないと思うんですよ。自分の人生にしっかりと数ヶ月とかね、時には1年とかかける意義はあると思いますよ、私は。ですんで、もっともっとね、自分のことを、1年かける価値があるぐらいの、そのぐらいのね、努力を投入する価値がある人生なんだと自分に思った方がいいです。そんなね、ちょっとなんか30万50万の情報を買っただけでとかね、ちょっとなんかのコミュニティ入っただけで、やすやすと自分の人生が好転するような、そんな安っぽいものじゃないと思いますよ。心の底からそう思います。まあ、ですんでね、自分の人生をさらに重く受け止めるためにも、そんなね、一夜漬けでなんとかなるなんて思わない方がいいと思います。しっかりと腰を据えてね、自分の人生に立ち向かっていっていただきたいと思いますね。まあ、それが私の言うゴールの到着前にするべきことですかね。腹をくくっていきましょう。